In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. イスラエル軍のハガリ報道官は26日、イランに対して攻撃を実施したことを明かしました。軍事施設を標的とした精密攻撃だと述べた上で、イランやその代理勢力が去年10月7日以来、イスラエルを容赦なく攻撃しているとして、イスラエルにはこれに対応する権利と義務があると強調しました。イランは今月1日、支援するイスラム教シーア派組織ヒズボラの指導者が殺害されたことなどに対する報復として、イスラエルに対し弾道ミサイル180発以上を発射。イスラエル側は重い代償を支払うことになると繰り返し述べていて、今回の攻撃はその報復措置とみられています。詳しい攻撃の内容や被害の状況は分かっていませんが、イランメディアは首都テヘランで複数の爆発音が確認されたと報じた一方、複数のアメリカメディアはイスラエル政府当局者の話として、攻撃の対象には懸念されていた核施設やエネルギー関連施設は含まれていないと伝えています。イスラエルメディアは攻撃は複数の段階で構成されるとしていて、今後数時間断続的に攻撃が続く可能性があるということです。今回の攻撃についてアメリカ政府は、イスラエルが自衛のためにイランの軍事施設を標的とした攻撃を行っていると理解しているとしています。また、アメリカの FOX ニュースは、バイデン政権がイスラエルから現地時間の土曜日の早朝にイランを攻撃する計画を事前に知らされていたと報道。アメリカはイスラエルの作戦に関与していないとも伝えています。